俺ね、ちょっとわかんないんだけど、はい、歯とかさ、うん、あのあなんか直すでしょ、矯正しますよね、ね、うん、と、あこれ若い時の肌になるっていうじゃない、うん、あ歯ね、歯じゃない、と、顔もね、整形ってすごくさ、なんか悪い感じがするでしょ、うんうんうん、でも若さが戻るっていうと歯と一緒になる気がするんですよ、うん、僕もねあんまりだから、うん、悪いことではないと思う、だからなんかさ、うん、女の人がそれで、まあ、どこまでやっていいかどうか分かんないんだけども、うん、今言ったねヒアルロン酸ぐらいだったら、うん、ぐらいってまたちょっと誤解が招いちゃうかも分かんないけど、で言えないからなんか暴きたくなるんでしょうね、うん、どうでしょうね、あれと一緒で食毛とかカツラとかと一緒で、うん、本人がカツラですって言ってれば、うん、誰も何にもそんなこと言わないんだけど、うん、隠そうとすると暴きたくなるっていう心情なのかな、うんうん、だって提供してる病院があるわけだから悪いことしてるわけじゃないんですよね、うん、で私もおでこにボトックス打ってるんですよ、うん、だからおでこシワが寄らないんですよね、へえ、本当だ、何ボトックス、ボトックス筋肉を止めるんですね、俺もこれ明日が三本じわとかなくなるんですよ、へえ、でそれも癖がついちゃった後だともう遅いんですね、あ俺もダメだね、そうかもしれないですね、もうじいさんでそうなる前に打ってしまえば、今私もう頑張ってもシワが寄らない、あ本当だ寄らない、おでこに寄らないですね、そういうことはやるんだったら早めにやんないと、早めにやんないとダメ、じいさんになってでもどうにもならないもうシワがカチカチになるだけだパーマネントプレスみたいな、無理なんだ、引っ張り上げるしかない、俺はもう無理だ、完全引っ張るしかないです、あれしょ、後頭部をちょっと切って、うん、キュッて詰めて、うん、こっちおでこ引っ張るやつでしょ、よくさ、まああんまり言えないけど年配の歌手の方でね、もうツンツン顔がなんかもうちょっと突っ張っちゃったみたいな、突っ張ってどうしたんだって人になるさ、キリさん、いざキリコさんか、今は、うん、は別に整形してないけど、一時期さ、ほら、うん、もう髪の毛をギューって縛るので、うん、シワをバッチ引っ張っててもうピンピンにしてたけど、もう笑うと思う頭ごと動くみたいな。